アルザス正常学園はかつてフランスにあった日本人のための教育施設である。設置者は学校法人正常学園で2005年に廃止されるまでの19年間に合計556人が卒業した。アルザス正常学園のあったキンツハイムの村ドイツ国境に近いアルザス地方オーラン県の町コルマール郊外のキンツハイムに ヨーロッパやアフリカなどに駐在する駐在員の指定を中心とした日本人のためのボーリングスクールとして1986年に開校した。中東部と高等部が同時に開設され、いずれも同年、文部省から在外教育施設として認定された。古い修道院を改修した建物が校舎として使用されていた。独自性と国際性を持った子供を育てることが、 目標とされていたが、実際には駐在員の指定だけではなく両親とも、日本に在住する子女が留学してくるケースも多かった。アルザス成城学園の卒業生には、女優の深田明や宮崎瑠衣モノマネタレントの山口地下、政治家の中山康秀や、羽田次郎、ラジオ DJ で、サーファーの堀内久子などがいる。バブル経済の崩壊後、 日本経済の停滞に伴う現地日本人の減少と少子化の影響から生徒数は急減。それに伴って2003年には中等部、2005年には高等部がそれぞれ順次廃止されて閉行となった。2005年2月11日には最後の卒業式を兼ねた閉行式が行われたが、この時に卒業した生徒はわずか13名であった。 地元の関係者を含む約200人が出席したこの式典では自身も成城学園の卒業生で第80代日本国総理大臣を務めた政治家羽田勤もスピーチを行いアルザス成城学園の第1期卒業生の一人である次男羽田次郎と共に学校の閉鎖を惜しんだアルザス成城学園兵の敷地建物は学校の閉鎖後 アルザス欧州日本学研究所として使用されている。この学校における卒業者の各種証明書は、成城学園高等学校にて発行している。学園の歴史成城学園のウェブサイト、平成23年8月9日閲覧。1978年、生まれ海外の学校情報欧州地域、公益財団法人海外市場教育振興財団、 平成23年8月9日閲覧 abhttp:/search.japan-times.co.jp:/cgi-bin:/nn20050213b1 と htmlseijo-ga-kuen.Chroses French Campus.The Japan 2005年2月13日掲載 平成23年8月9日閲覧2011年に行われた世田谷区議会議員選挙に民主党公認候補として立候補し落選しているアルザス欧州日本学研究所公式ウェブサイトありがとうございます